ベーター・アブリンガーは、オーストリア出身の現代音楽の作曲家。オーバーエスタライヒ州、シュバネンシュタット生まれ。1977年から1982年まで、グラーツでジャズピアノを学ぶ。同時に、グラーツでゲストノイベルトに、ウィーンではローマンハウラマに作曲を指示。1982年以降は、ベルリンに居住して活動している。 電気音響工学とサウンドインスタレーションに関わった。あと、1994年からは、室内楽に焦点を当てた。2005年には、グラーツのユニークオペラプロジェクトに参加した。2012年5月に、選挙によって、ベルリン美術アカデミーの新会員に任命された。教育者としては、1993年より、グラーツ、ダルムシュタット、 ハンブルクとプラハのいくつかの大学で客員教授を務めている。1980年からホワイトノイズの様々な側面を扱い、楽器、インスタレーション、オブジェ、電子音響作品、散文、演劇、音のない音楽など、多様な表現媒体を駆使した作品プロジェクト、ウェイス・バイセリッチシリーズに取り組んでいる。このプロジェクトは36の部分から成り立っている。 ありがとうございます。